はい、こんにちは、116インズです。さあ、MLB も開幕して1ヶ月ちょっとが経過したところでありますが、このくらいの時期ともなるとだんだんと各チーム怪我人も出てきます。特にここ数日くらいで一気にトミー・ジョン手術を受けるピッチャーの話が続出していまして、まあどこのチームの選手であってもこういった話はあまり聞きたくはないところ、特に今年は多いなという印象が個人的にありまして、ライターのジョン・ローゲル氏が公表しているトミー・ジョン手術を受けた選手の一覧によれば、 MLB レベルでは昨年は1月から5月末までの間に8人手術を受けたところ、今季は手術を受ける予定の選手も含めると同じ期間ですでに10人増えているという感覚はあながち間違っていないかもしれません。トミージョン手術から実戦復帰まで一般的に14ヶ月から18ヶ月程度かかるとされますので、今のタイミングで手術を受けると復帰は早くても来年の後半戦、チームとしても痛手なわけですが、今回はここ数日でトミージョン手術が必要となった選手、そしてその影響なんかをお話していこうかなと思っています。はい、まず一人目はヤンキースのルー・トリビーノ。トリビーノは3月から肘の問題でずっと離脱していて、ここまで登板ゼロ、今季は結果的に全休となってしまいました。もともとアスレチックスブルペンの中核を担っていたトリビーノは、昨年前半戦はスランプに陥ったものの、夏場にヤンキースに移籍してからは25試合で防御率 1.66。 ヤンキースはシームシフトウェイクの理論をうまく活用しているチームとしても知られますが、トリビーノもヤンキースでスライダーの割合を大幅に増やした結果、復活の兆しを見せていただけに、今回の怪我は本人にとっても残念なものとなってしまいましたね。トリビーノは来季が年俸調停最終年ですが、来季前半戦中の復帰が絶望的であることを考えると、ヤンキースはオフに彼をノンテンダーする可能性が高いでしょうか。ヤンキースブルペンは層も厚いですし、現状トリビーノの穴もカバーできていますので、彼が全休となったところですぐに大きな影響を与えないでしょうが、とはいえ昨年夏の一連のトレードはヤンキースにとって大失敗となってしまいましたね。トリビーノがトミージョン手術、一緒にアセチックスからやってきたモンタスも今季が契約最終年にもかかわらず肩の怪我でシーズン終盤まで復帰できなさそうですし、カブスとのトレードで獲得したエフロスも昨年秋にトミージョン手術、カージナルスから獲得したベイダーはプレイオフでいい働きは見せたものの、彼も怪我が目立つ選手、コンテンダーですので、こういったリスクをある程度承知の上で動かざるを得ない部分もあったとはいえ、ここまで昨年夏のトレードが見事なまでに悪い方向に働いてしまったのは何とも不幸な限りです。2人目はロッキーズのヘルマン・マルケス。ロッキーズのエース格として活躍してきたマルケスは今季開幕3先発した後に前腕の問題で一時離脱。それ自体は深刻な話ではなくすぐに復帰できたのですが、復帰初先発で再度負傷降板し、結果的に手術となってしまいました。投手にとって地獄のような環境であるクワーズフィールドを本拠地としながらも、毎年平均以上のピッチングを披露し、チームを支えてきたマルケスの離脱はロッキーズとしても相当な痛手であり、まだまだ再建中のチームであってもその穴をカバーするのは簡単ではなさそう。マルケスは今季が5年契約の最終年であり、来季は1600万ドルのクラブオプションで残すことも可能となっていますが、そちらの判断にも注目が集まります。ロッキーズは早い段階でコンテンダーに戻るべく、だからこそここ数年厳しい状況にありながらも完全に再建には踏み切っていないと考えられますが、2024年のプランからマルケスがいなくなってしまうのは想定外のはず。怪我する前であればマルケスのオプションは特に迷うこともなく行使していたでしょうが、こうなってしまうと来季前半戦投げることができない選手に1600万ドルもの大金を払うのはいい投資と言えるのか、難しい決断を迫られることになるでしょう。ただロッキーズもあの球場を本拠地としている以上、優秀なピッチャーを他から連れてくるのも容易ではなく、その環境で結果を出してきたマルケスをなるべくなら残しておきたいとも考えているでしょうから、単年平均を抑えた複数年契約などで再契約する手もあるでしょうか。マルケス側にとってもリハビリや怪我明けのパフォーマンスをそこまで気にしなくてもいいメリットがありそうですので、応じる可能性も十分あるのかなと。この辺はオフに動きがあるでしょうか。3人目はエンゼルスのホセ・キハーダ。4月29日に肘の炎症で IL 入りし、その際に靭帯損傷の診断でセカンドオピニオンを求めているという報道もあり、実際にトミージョン手術という結果に。エンゼルスはこのほかオースティン・ウォーレンもトミージョン手術を受けることとなってしまい、ブルペンのデプスを相次いで失うことになってしまいました。速球でゴリゴリ攻めるエンゼルスブルペンには珍しいタイプのサワンは、開幕から8登板連続で無失点と好投を続け、勝ち試合も任されるようになってきた矢先での大怪我となってしまい、なんともなアンラッキー。残りのシーズンをメジャーの IL で過ごすと仮定すると、今季終了後にキハーダは年俸調停権を取得する予定でありますが、マイナーリーグオプションも残っておらず、来季計算できるか不透明な状況も踏まえますと、エンゼルスが彼を残すかは微妙なラインかもしれませんね。キハーダは投げっぷりがいいだけともしばしば言われ、まあ確かにコントロールも時に不安定ですし、ものすごく計算できる選手かと言われれば微妙でありますけど、とはいえ投球の8割以上を占める速球はここ2年間、ランバリューの面では非常に効果的な球種となっていて、純粋に力で押せる選手だったのは事実ですし、またどの場面でも物怖じせずに投げられる点においては、使い勝手の良さもあったと思います。
エンゼルスブルペンの中では平均球速も高く、貴重なパワー型でもあったと思いますので、やっぱりいた方がありがたかったのは間違いないのかなと。同じ左腕ではマット・ムーアの登板がここまで結構多くなっていますが、キハーダが早々に後期絶望となってしまったことで、ムーアの負担を分散できない点でもマイナスかもしれません。エンゼルスブルペン全体のここまでの成績は悪くはないものの、勝負どころでの失点は目立つため、怪我によって欠けたデプスを補う意味でも、ここはやはり夏に向けての補強ポイントとなりそうですかね。続いてアストロズのルイス・ガルシアですね。5月1日のジャイアンツ戦に先発し、初回8球を投げただけで負傷降板し、彼も結果的に手術が必要であると。昨年28先発で防御率 3.72 と強力なアストロズローテーションの一角を担い、プレイオフでは ALDS 第3戦ロングリリーフで5イニングを完璧に投げ切りまして、マリナーズファンに大きなトラウマも残したガルシア。今季も引き続きローテーションを支える活躍に期待がかかった右腕ですが、長期離脱となってしまったのは残念でありません。ガルシアは2020年に MLB に昇格してから一度も IL にこれまで入ったことがなかったんですが、初めての IL で1年以上の長期離脱ということになってしまいました。ガルシアの離脱はアストロズローテにまたも大きな痛手となりました。アストロズの先発陣はこのガルシア以外でも、マカラーズジュニア、さらにガルシアが負傷降板する前日にはウルキディも離脱となってしまったため、ローテクラスのピッチャーが3人も抜けてしまったと。先発陣はアストロズの大きな強みであり、ファングラスサンスのウィンザボリプレイスメントで見ても現状 MLB トップクラスですので、チームのアキレス腱でもあるわけですが、さすがにアストロズといえど先発が3人も抜けてしまうとなると、しばらくは苦しい台所事情となりそう。マカラーズとウルキディはおそらく夏場までには戻ってくるはずで、その2人が戻ってくればバルデス、ブラウン、ハビアの3人と合わせて再度強力なローテーションを形成できそうですが、怪我の不安はそれでも拭えませんので、トレードデッドラインに向けて先発補強に動く可能性は十分ありそう。2年連続世界一に向けてはできればフロントラインスターターを呼びたいところかもしれません。そして最後、マリナーズのロビー・レイ。当初は屈筋の手術で今季絶望という話のはずでしたが、しれっとトミー・ジョン手術も受けたことが発表されまして、マリナーズファンは思わぬ形でダメージを受けることとなりました。スプリングトレーニングで好投し、今季は2年前にサイ・ヤング賞を受賞した当時のようなピッチングを期待していたんですが、それが叶わないどころか来季も前半戦おそらく全く投げることができないのは痛いとかそういうレベルではないですね。今季が5年契約の2年目、来季オフには契約からオプトアウトして再度 FA 市場に挑戦できるような契約設計になっていますが、来季後半戦が復帰の現実的なラインと考えると、行使するとは考えにくく、彼にとっても契約当初の思惑通りとならない結果となってしまったと言えるでしょうか。レイがいない間の先発をどうするかに関する話は以前の動画でもしたところですが、先日の動画時点ではイーストン・マギーが急遽昇格して好投、しばらくはローテに入りそうとお話しましたが、マギーがその翌日なぜか速攻で IL に入ってしまったため、マリナーズはトッププロスペクトのブライス・ミラー昇格を決断。5月2日のアスレチックス戦でデビューし、6回2安打1失点10奪三振と上々のデビューとなりました。まっすぐに関しては MLB でもトップクラスのボールであることが計測データからも改めてわかり、これからもしばらくローテの5人目として投げてもらうことになりそうですが、とはいえまだルーキー、プロスペクトとしてのレベルで考えると昨年のカービー以上にメジャーの壁にぶち当たる可能性も考えられ、そうなった際ですとか、またそもそもとしてレイが計算できない来季先発陣も見据えての夏場の先発補強、昨年のカスティーヨクラスを獲得することは現時点では考えにくいものの、補強も視野に入るんでしょうかね。レイが今季絶望となった時点で誤算でしたが、まさか来季前半戦も不在となりそうなのは誤算に次ぐ誤算です。という感じで本当に立て続けにトミジョン手術に関する話題が出てきていますが、誰であってもこういった話はなるべくは聞きたくないところ、不幸なことでありますが、怪我をしっかり治してもらってこれまで以上に強くなっての復帰を期待したいです。またチームとしても長いシーズンを戦う上では怪我人はどうしても出てしまいますので、この間の穴をいかにして埋めるかもまたフロントの腕の見せ所でしょうから、そちらの対応にも注目したいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。